コツコツミキチャンネル、今日は最近買った夏服を紹介していきたいと思います。イエーイ最初に商品をババーっと紹介して、最後に、着てみて全身でお伝えしたいと思います。では1着目でん、パンツなんですけど、エマクローズっていうところのパンツです。なんか今年は緑が流行るみたいで、普段は白と黒ばっかり買ってしまうので、緑を買ってみようと挑戦してみました。夏なんで薄い生地で通気性いい感じの生地になってて、で一番のお気に入りポイントは足首ら辺のとこにこう付属の紐がついてて、その紐を通してこうやって結んでおくと、パンツのシルエットがこうキュッと足首がキュッて締まる感じになって、でこの紐は外せるので、外すとこうストンっていうパンツのシルエットに変わる 2way なんですよ、このズボンは。それがめっちゃ可愛いなって思って買いました。はい、そんな感じで。続きまして、またパンツなんですけど、じゃじゃん、フォルクシーのパンツです。私パンツ派なんですよ、スカートより。で最近なんかスカートを結構買ってしまっていたので、夏用パンツを2着買ってみたということで、で、まあ、さっきのパンツの購入理由と一緒なんですけど、普段本当白黒ばっかなので、おしゃれな柄が入ったパンツが一つあると、シンプルな服に合わせたら一癖ある感じのおしゃれコーデができるかなと思って買ってみました。これも薄くてペラペラしてるんですけど、でもまあ裏地とかはちゃんとついてるので透けないっていうパンツです。楽ちんです。続きましてシャツです。バンボボンまあシンプルなシャツが欲しかったので買いました。形がちょっとおしゃれなんですよ。あ、なんかすごいシャツ感な、シーツみたいになってるなんか普通のシャツじゃなくて、こうなんか四角なんですよ、裾が。それが可愛かったから買ったのと、あとはアイロンがけがめんどくさくてでこの素材がポリエステルなんですよだからシワになりにくいやつなんで買いましたはい、そんな感じです。続いてもシャツなんですけど、今度は黒です。じゃん、まあ、これは透け感のあるシャツで、今流行ってるんですよね、こういう透け感のあるのなので買ってみました。まあ、夏これにタンクトップ着てこれを羽織ったりとか、まあ、これ1枚でも着れるしいいなと思いまして買いました。はい、続きまして小物系になります。じゃん、バッグです。ミニバッグ、これはニコ&のやつなんですけど、荷物が普段多くて大きいバッグばっか使ってて、ちっちゃいバッグも欲しいなと思い、荷物を少なくするぞっていう気持ちも込めて買いましたで、これのいいところはここにエコバッグがついてるんです。なんて便利なんだろうと思って買いましたエコバッグはこんな感じでシワシワだけど、よーく見るとここにね、ニコ&ってロゴが書いてあるんですけど、まあ、ちょっと見えないですけどM サイズ書いてあったんですけど、こんぐらいがねちょうどいいよね。そんなたくさんの買い物をしなければこれに入るであろうっていう大きさ。このエコバッグがついてるのはすごいいいですねここに入らなかったら、まあ、最悪これに入れればなんとかなるということで、なんかこのバッグの形も丸い感じで、丸じゃないけど曲線っていうのかな、
が可愛くていいなと思って買いました。はい、続きまして最後ですね、靴です。じゃん、まあ、アイボリーのサンダルなんですけど、最近こういうなんか細めのストラップのサンダルが流行っていて、でヒールも低めなんですよ。3センチあるかなっていう感じなので買いました。私は最近べっちゃんこの靴か3センチぐらいのヒールの靴しか買いません今紹介した服を着てみたいと思います。着てきますとか言ってたんですけど、最後にこれを最近買った服で紹介し忘れてました。これもう透けてるんです、透け素材みたいな感じで、でちょっとふわっていうパフスリーブみたいな感じになってて、一気にお嬢様ワンピースみたいな感じです。結構ね丈が長いんですよ。なので後で着た時に紹介します。それでは着替えていきたいと思います。1着目こんな感じです。もう足首ぐらいまでスカートの丈があります。かわいいです、着けてます。お嬢様ワンピです。では2着目に行きたいと思います。2着目こんな感じです。いやー、このパンツがめちゃめちゃ楽なんです。涼しいし、で上はまあこんな感じでまくってもいいよね。私はこうちょっと開けて後ろに襟を持ってきてこなり感を出してみました。はい、こんな感じです。では3着目着替えていきたいと思います。3着目着替えてきました。一番お気に入りのコーデで、このシャツの、ね、裾が四角なんです。なんだろう、アシンメトリーなんですよね。ちょっとこっちとこっちで若干違くて、シンプルだけどこの緑のパンツがアクセントで可愛いというコーデですね。はい、でさっきも言ってたんですけど、この足のね結んであるのが可愛くないですか。シュッてしてて、じゃあこれを取ってみよう。こうまっすぐなストレートパンツに変わるんですね。なんて便利。ツーウェイで、いやーこれも楽チンズボンでお気に入りです。はい、ということで最近買った夏服紹介いかがでしたでしょうか。私はまあこの最後に着た服が一番お気に入りです。皆さんはどのコーデが好きでしたでしょうか。よかったらコメントで教えてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ミキでした。バイバーイ。